とにかく藤原選手に借りを返したい。でその後ランキングがまあついてくるっていうおまけみたいなもんなので、いろんな選手に借りがあるんですよ。その借りを全部返していきたい。ランキングに残っていて、なおかつ現役に残っている藤原選手っていうのは今年始まる時からターゲットにしてたので、会長がその試合を決めてくれて本当に感謝してます。一番疲労が溜まってる時期なんですけど、思った以上にバリバリ足も動くし体も動くし、本当に調子いいなっていう感じですね。藤原選手は基本に忠実で、ガードもしっかり上がってるし、一つ一つのパンチもしっかり備わった選手、自分に結構似てるんじゃないかなっていうところは感じてます。どういう展開になるかは分かんないですけど、僕はやりたい放題やらせてもらいます。妻のサポートには本当に感謝していて、栄養士という仕事柄、食べ物に関しての知識はもちろんですし、メンタル的にも食事を通していろいろサポートしてくれていて、ボクシングは一人で戦ってるんですけど、家族で戦っていくっていう風なスタイル、本当家族一丸となってリングに上がってる感じです。本当に感謝してます。長くやることにより悔しい思いもしましたけれども、その中である程度の結果は残したので、僕が欲しいのはそういう結果ではなくて、ズバ抜けた結果が欲しい。ズバリチャンピオンですね。チャンピオンベルトが欲しいです。いつも応援ありがとうございます。今回はですね、今までと違う自由に動き回り暴れ回る中野啓太を見てもらいたいと思っています。絶対皆さんの期待に応えますので、応援よろしくお願いします。